遡れば数千年の歴史。我が心の神社、式内社、永田神社、超おせっかい版。この超おせっかい版で紹介する内容の中には根拠等の薄いものもあります。個人的なこだわりもあると思いますので、気になさらないようにお願いいたします。こちらには永田神社について書かれています。祭神は琴城主の神。西暦201年よりこの永田の里にお祭りされたこと、神社では珍しい追田式などの行事が残っていることなどが書かれています。余談ですが、私は永田神社の表参道近くで生まれ育ちました。物心がついた頃から永田神社に毎年初詣に行っていました。昔は表参道と裏参道がはっきりしていましたので、永田保健所横の鳥居から入る表参道の初詣客がぎゅうぎゅう詰めで移動してたのを昨日のことのように思い出されます。それは西暦1965年頃の話です。永田神社は興味があって少し調べたりしていました。永田神社については不思議に思うことがいくつかありました。それらを並べてみると、1、現在の神社の位置は最初の位置から移設された。2、最初の神社の位置は高取さんと関係のある位置にあった。3、なぜ祭神が出雲系と言われる琴城主の神なのか。4、永田神社と神宮皇后との関わりは。私の調査結果と試験は後半で、一つ大きな発見がありました。個人的まとめは最後で報告します。入り口の鳥居横に官邸駐車、永田神社の立派な石柱があります。ここにある趣味がちょっと気になりました。永田神社には動物の持ち込み、特に犬の散歩ははばかっていました。若い大人でもなさそうな人でもそれを知らないとは。ウィキペディアによると、かつて境内には数百の鶏が飼われており、外国人からチキンテンプルと呼ばれていたそうです。子供の頃は鶏はいませんでしたが、親から境内には犬などを連れて行ってはいけないと言われていました。こちらが調瀬屋です。調瀬屋の水は通常はセンサーで出るようになっています。境内は駐車可能となっています。
まっすぐ行くと神門です。その向こうに本殿が見えます。こちらが三周殿です。結婚式などもできます。毎年のお正月は露天でいっぱいになっていました。本殿にお参りに行きます。本殿の奥にある楠宮稲荷神社の方に行きます。左側に拙者が並んでいます。こちらが恵比寿神社です。こちらには左に恵比寿像、右に大黒像が並んでいます。今年の主の神が恵比寿さん、大国主の神が大黒さんということでしょうか。今年の主の神と恵比寿は本来は別の神であったが、時代とともに同一と考えるようになったようです。大国主の神と大黒天も同じく本来は別の神であったそうです。特に大黒はインドから渡来したと言われています。こちらも時代とともに新しい解釈が生まれたのでしょう。こちらが大国主の神を祀る出雲大社です。こちらが八幡社です。こちらが楠宮稲荷神社です。赤絵の絵馬があります。ここですごいことを発見しました。この立て札には神奈出山妖拝所と書かれています。永田神社はもともとは現在の高取山神奈出山のふもとにあったという説があります。そのふもとが神奈美祭祀の場所だったとすれば、形を変えてこの妖拝所から高取山神奈出山を拝するという儀式が延々と引き継がれていると感じました。永田神社からそう遠くない位置に旧湊川が流れていたそうです。その周辺には縄文時代から集落を作って生活していた人たちがいたことを神戸市の調査等で確認されているそうです。おそらく古代の人たちは自然信仰に基づいて左右対称の集礼な高取山を信仰の対象にしたのだろうと思います。子供の頃、永田神社の表参道の鳥居があるあたりから高取山がよく見えていた記憶があります。この立て札、神奈出山妖拝所のことは全く記憶にありませんでしたが、この立て札を知ったことで遥か数千年以上も昔の先人とかすかなつながりを持つことができたような気がしました。この案内板に書かれている赤エイの伝説は全く知りませんでした。
稲荷神社は、一説によると、稲なりの意味があり、神門が、それを表しています。稲荷神社は、渦政を、本拠地としていた、畑氏の氏神だという説もあります。畑氏といえば思い出すのが、聖徳太子の側近だった、畑の川勝です。兵庫県赤穂市佐古市には、畑の川勝を祀る大酒神社があります。畑の川勝は、その地で亡くなったと言われる伝承があるそうです。興味がある方は、YouTube の動画をご覧ください。こちらの石灯籠は、有名な歌舞伎役者が奉納されたものだそうです。近づいて、見てみましょう。この立て札には、明治15年8月、西暦1882年、名優中村時蔵奉納と書かれています。立て札には中村吉右衛門の名前も確認できました。中村時蔵の本姓は、波野、または波野と書かれています。今は、亡き中村吉右衛門と中村勘三郎の本姓が波野だと思います。立て札の両側にある石灯籠の下部に、波野、または、波野、と刻まれています。中村時蔵の本姓は、波野、だったそうですが、周りが、波野、と呼ぶので、そのうちに、波野、となったという、まことしやかな話があるそうです。中村時蔵について少し調べてみると、おそらく、年代的に、石灯籠を奉納したのは、初代、中村時蔵、西暦1849年から1919年だと思います。立て札に中村吉右衛門が吟じた俳句、昭和13年、西暦1938年の中で中村時蔵のことを父と言っていると思いますので、初代中村吉右衛門、西暦1886年から1954年に間違いはないでしょう。これは全くの打測ですが、初代中村時蔵は、俳句をたしなみ、俳号は、紫桃、だそうです。紫桃は、どこかで聞いたことのある名前ですね。初代、中村時蔵は、上方歌舞伎で活躍後、本拠を東京に移しています。初代、中村時蔵の子供から、初代、中村吉右衛門や、13代、中村勘三郎などの名優を輩出しています。なぜ、永田神社の境内に、石灯籠が奉納されているのか、不思議に思い、たまたま、近くにいた若い神職の方に確認しましたが、明確な回答はいただけませんでしたが、何かゆかりがあるのでしょう。今まで、何十回も、石灯籠の付近を通っていたと思いますが、まさか、この場所に、貴重な文化遺産があることに気づきませんでした。石灯籠には波野と刻まれています。こちらが、天照大御神お祭り神社です。
左側に拙者が並んでいます。こちらが月読み社です。こちらが松の王社です。松の王社の総本社である松の王大社は酒造の神とも言われて、全国の酒蔵からの信仰を集めているそうです。松の王大社は旗市と関係がある神社と言われ、旗の川勝を祀る神社である大酒神社よりも大酒神社の方が多くあるように感じます。ここで酒という漢字を使っているのは何か関連があるように思います。こちらが神楽殿です。この案内板には永田神社の楠の木について書かれています。最後には昔から神戸市内に多くの楠の木が植えられていると書かれています。神戸市内に多くの楠の木が植えられた一因として楠の木正成の存在があると思います。子供の頃は南光さんと言われて、神戸市民には近しい存在でした。楠木正成を祀る港川神社や港川公園には騎乗姿の勇ましい銅像もありました。神戸名物の河原せんべいを売る店がたくさんありました。その看板には楠木正成と長男の正貫との桜井の別れの場面が定番でした。楠木正成と神戸とのつながりがあると思える地名も多く残っています。楠木町、多聞通り、楠木正成の幼名が多聞丸、菊水町、楠木正成の家紋、橘通り、楠木正成の執事が立ち話などがあります。個人的な楠木正成の評価としては、戦術家として素晴らしい能力を発揮したと思いますが、戦略家としての活躍する機会に恵まれなかったのが残念です。こちらが裏参道の鳥居です。現在はこの鳥居から入場しても特にこだわりはないようです。永田神社は神戸市永田区永田町に鎮座しています。延喜式神明帳に記載された式内社で、古代の自然信仰の名残があります。そのルーツは数千年以上まで遡ると考えられます。永田神社の周辺には神宮皇后にまつわる地名や伝承があります。地名についてはこの動画の中で紹介しました。神宮皇后の伝承については、古代に神宮皇后が現在の永田の里に船で到着した場所、または
その船具を埋めたと言われるのが、現在の御船通りにある、御船山です。その時に、地面を撫でて盛り上がった山が、神撫山、神、すなわち、神宮皇后、が撫でてできた山という意味だったのでしょう。それらの伝承により、御船通り、や、神武町、などの地名が残ったと考えられます。動画の初めに疑問を投げかけた項目についてこだわりのある試験です。気楽に聞いてください。1. 永田神社のルーツは縄文時代に港川河口のカルモ周辺の集落に住んでいた縄文人が高取山の神体山として自然崇拝していたのだろうと想像します。その後、神宮皇后伝説として高取山を神撫山と呼ぶようになったようです。それから長い年月を過ぎると高取山と呼ばれるようになり、子供の頃は高取山と呼ばれていました。2. 永田神社は古くは高取山麓に神を祀る場所神撫があったという説があり、それが現在の位置に移動したと推察しています。今回大きな発見だったのが、くすみや稲荷神社の鳥居を入った左側に、神撫山、妖拝所という立て札があったことです。立て札に正対して、立て札の先の方向に、神撫山、高取山が見えるのでしょう。3. 永田神社の祭神である、琴城主の神は、大国主の神の子と言われ、出雲系とも、大和系とも言われています。個人的には、永田神社の祭神は、出雲系だと考えています。大和系の勢力が、永田あたりを支配する前は、出雲系の勢力が支配していたのではないかと思っています。それの明確な根拠はありません。大和系の勢力は、地方を征服する過程で、高等戦術とも言える方法を駆使したと推察しています。その方法とは、先住勢力の祀っている神は、そのままにして、神話などで、大和系の神の中に取り込んでしまうわけです。当然、征服された先住勢力の神は、大和系の神の下に位置して、大和系の神をトップに、ピラミッドを形成する中に入ることになります。それは、現在も続く出雲国の出雲大社や、吉備国の吉備津神社などが存在していることでも理解できると思います。ただ、渡来人系の神社は、残っても、祭神が置き換わっていることが多いように感じます。これは、渡来人が日本人に同化していく過程の結果として、起こることだと想像しています。4. 永田神社と神宮皇后の関わりは？伝承では、西暦201年に神宮皇后が永田の里に来たことになっています。これはあくまでも意図を持った創作と考えています。西暦201年といえば、実際の歴史では邪馬台国の卑弥呼が日本では一大勢力として海外と交流したと言われている時代であり、大和勢力が近畿一帯を征服するのはこの時から100年以上も先の話と言われています。一般論として、日本人は、史実と伝承などを混在する傾向があるように感じます。これは国民性もあるのでしょうか？話が脱線してしまいましたが、神宮伝説は、大和勢力が先住勢力を征服する過程で作り上げられた伝説だろうと思います。それにより、御船通りや御船山、神撫山、などの固有名詞を後世に残したわけです。ちなみに、神撫山とは、神が撫でて盛り上がってできた山という意味で、神すなわち神宮皇后ということのようです。永田神社の周辺では、神宮皇后の伝承が多くあります。なぜ、永田神社の祭神に神宮皇后が入っていないのか、不思議に思いました。
以上、個人的な見解を含めて述べさせていただきました。まだまだ言いたいことはたくさんありますが、次の機会にさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今後も少しずつ動画内容や編集レベルを上げていきたいと思っています。期待を込めていいねやチャンネル登録をしていただけるとやる気につながります。よろしくお願いいたします。Twitter で動画のこぼれ話をつぶやいています。よろしかったらフォローをお願いいたします。我が心の神社。永田神社。超おせっかい版。終わります。